2023年、10月5日です、今年度のセーリングシーズン終了で本日ハードスタンドに上がります。クレオパトラでの、ハードスタンドに上がるのはこれで3回目なんで、もう慣れ慣れで、動画もですねこれで3回目なんですけれども、毎度おなじみですが、今回はやめようかなと思ったけど、やっぱりまた動画しちゃいました。前回まではですね、反対側から降りてたんで、こちらから動画を撮るのは実は初めてなんですよ。で、前回に引き続き今回もスタンインで、クレーンのところまで入りました。今クレーンが近づいて、船底にベルトを入れて持ち上げ作業開始です。後ろの部分がちょっと多分擦ればぬるっと落ちるなみたいなのがついてるだけです。バウの方も何もついてないよ。コッパーコート大成功、めっちゃ綺麗。すごい、バウスダスターの穴の中も綺麗そのもの。高圧洗浄で落とすものもないです。今年ですね、上げた時に楽しみだったのは、昨年というか今年の最初にコッパーコーティングをですねしっかり自分たちの手でもう一回研磨し直して、コッパーの威力がちゃんと機能するように頑張ったんですけど、その成果がバッチリ、こっち側まで洗ってないんですけど、何もついておりません。やったー。一昨年はコッパーコーティングしてたけど、ちゃんとアクティベートされてない部分が多かったので、ヌルヌルがまあついてたんですけれども、ヌルヌルもないよーって感じです。ちょっとだけですね、ラダーの先端のところは多分研磨が足りなかったかもしれないし、ヌルヌルがつき始めるとヌルヌルの上にまた何かつくんで、それが若干あるかなと。でもあれも簡単に落とせるよっていう感じで、色的にもですねいい感じです。あ、ここしぶきがかかる。ということで今年の船底メンテはほぼ何にもなし、修理もなしということで、すっごく楽です。その分ですね、これまでやれなかったところ、あと船体はですね、ところどころ残念ながらちょっとスクラッチ傷がね、引っかき傷ついちゃってるんですよ。なのでそこをちょこちょこっとペイント塗り直したりとかする必要あるんですけど、めっちゃ嬉しい。コッパーコーティング、ちょっと近づいたらですね、スタンディングした部分が弱かったのところにちょこっとなんかついてますけれども、これもコソコソっとすると軽く落ちる程度かなっていう感じでした。水で洗っただけの状態、ツルツル。はい、さっき最初見た時、ラダーのこのまっすぐなところにちょこちょこっとついてたんですけど、高圧洗浄で軽くつるりと落ちました。イエーイ。
昨年ですね、出発間際にまた、塗り直したところがラダーの下の部分ですね、やっぱりちゃんと乾いてないままだったのでペイントが落ちているので、またあの辺は修理しないといけないんですけども、昨年というか 昨シーズンと比べたら全然メンテナンス楽でございます。ほとんど何もすることないよぐらいな規模です。シルバーのところがちょっと汚れが残ってたんですけど、もう一人の方がもう一台で徹底的にシルバーの部分だけやってくれております。簡単に汚れが取れております。そしてさっきですね、こちら側ポート側の、バウのあたりにちょっとなんか貝っぽいものがついてると思ったんですけど、それもですね高圧、洗浄で簡単につるりと落っこちました。本当によかった。コッパーコーティング投資した甲斐がありました。はい、船底の洗浄が終わり、これからですねこのクレーンから、最終的に落ち着くスポットに運ばれる牽引車と交代すると思いますが、どこまでクレーンで行くんでしょう。里見号が今向かう先には牽引の車が待っております。 We might do stop standing. We don't have to stand, we just might get a Scotch Brite. Oh yeah. Yeah, yeah. 今話してたのはですね、今年の船底メントはほとんど必要ないんですけど、コッパーをまた表面化させるために軽くスポンジのちょっと目の粗いのでこする程度でいいかなと、もうサンドペーパーでこするってことは必要なさそうということを今ですね主人と話をしておりました。ここでですね、しっかり牽引車にバトンタッチしたので、持ち上げ引き上げクレーンは、ここで終了となり、今ベルトが外されようとしています。もうここでこういう風に引っ張り上げられるの、これで3回目なんですけど、なんか何回見ても全然飽きない。すごい不思議な感じがするし、さすがやっぱりクレオパトラマリーナのこの引き上げスタッフはですね本当に優秀だし、仕事も丁寧なので本当に頼もしいです。さて今年は一体どの列に行くんでしょうか。これから追跡、主人も今見てたんですけど、前回2回と比べたら本当に船底が綺麗で、本当何にもついてないな。ほぼ何もやる必要なしというのが超感激。おや、あそこがマリーナオフィスで、すぐ近くの列、こんな近いとこにアサインされたの初めて、めっちゃ嬉しいということ、あ、ワンコワンコ、どいてどいて。めっちゃ近い。
あそこにシャワー室あるんですよ。で、救急のサインが見えるところに洗濯機、ランドリーがあるんですよね。めっちゃ近い、今までで一番近い場所、ラッキー。今回は近い場所にしてねって最初に言っといたんですけど、まさかこんなに近い場所とは。前回はですね、だってこのマリーナの入り口から S だったんで、もう見えない、あっちの端で車でボートヤード内を移動しておりました。まあ、トイレはですね、真ん中辺にもう一個あるのでよかったんですけど、それでもですね、100メートル、200メートル弱ぐらいかな、毎回トイレに行くのに歩いてたんですよ。200メートルどころじゃないな、もっともっと今より遠かったから、すごい遠かったんですけど、今回はめちゃ近い、イエーイ、徒歩で洗濯も行けますが、まあ運ぶのがめんどくさいから、多分洗濯はどうだろう、車で行っちゃうか。それにしてもウェットマリーナの方にレストランあるんですけど、そこに行くときはもう完璧に徒歩でいいじゃないかという距離。嬉しい。なんと昨年私たちのすぐ隣にいた船と同じ船がまたご近所さんでした昨年はですね、同じ10月でも10月31日もう11月になるときに来たので、もうシーズン的には最後のグループっていうことで、もう場所がねなかったんですよね、全然ね。 OK ですが、今年はまだ早めだったので、里見号のサイズが入るスロットが空いていて、このほぼ1列目っていうのかな、ボートヤードのに近いところに入れてもらえました。嬉しい。最後の固定作業をしています。はい、占領されたから乾いてきたんで、船底が青銅色っていうのかな、ブルーに変わってきました。この色に変わってないとコッパーが機能してないっていうことで、昨年はですね、研磨がちゃんとされてなかったので、こういう色になってなかったんですよ。上げた時にね、ほんの一部しかこういう色になってなかったんですけど、今回はもう全体的にブルーに変わってきているんで、無事、本当にコッパーコーティング、ちゃんとコッパーが機能していたんだなっていうのが、今更ながらというか改めて分かりました。今キール下を固定するための木をね入れてるんですけど、なんかそういうのもすっごいんですよ。ものすごいね、微妙なね、いろんな角度で、牽引車の兄ちゃんがね角度をね調整するんですよね。もうほんとね、この辺の技術というか、毎回見てて安心です。今年度はですね、大きな故障とかもなかったんですけど、唯一ね、ムカつくのは、あそこの後ろ、応急処置しかしてないんですけどね、もう4月のね、入って、水に戻って、それこそ1週間後にですね、レフカスのタウンハーバーにいた時に、隣のヨットが強風の時にねちゃんと対処してなかったんで、うちのね、里見号のね方にもうガンガンくっついてきて、でその里見号のスターンのねラインにヨットがねのスターン、隣のヨットのスターンがね乗り上げてたんですよ。で結局隣のアンカーも流れちゃって、で完璧に2隻を里見号が支えてたんで、最終的に里見号のアンカーもギブアップして流れて、一瞬ドンとですね後ろにね、ワーフにねぶっつけて、で傷がついちゃいました。とりあえず応急処置はしてずっとこのシーズンしてたんですけど、まあ修理といえばあそこだけですね、大きなね。一応
もう一回削って、きちんと埋め直して、ね、またその上からペンキを塗るってことなんで、まあこれまでの年の修理具合とかメンテナンスと比べたらもう全然やること少ないっていう感じですね。なので今年はこれまでやれてこなかったもっと化粧的なコスメティックな部分の修理とかメンテに専念してみたいと思います。ということでこれでですね、さとみ号の2023年度のクルージングめでたく終了いたしました。 Thanks for watching.